して兄弟で音楽活動しております。ソルジェンティです。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。主に作詞を担当しております弟のひろしです。よろしくお願いします。ありがとう。作曲を担当しています有野光弘です。よろしくお願いします。ありがとうございます。光彦惜しいよ。惜しかった。光弘母音はちょっとだけど惜しかったねはい、まあ、ということで、はいまあ、本日第2部、はい、久しぶりのイオンタウン豊富ですけれども、今日はいつにも増して、はい、お客様が多いですね。やっぱお盆ということもありますし、皆さん実家に里帰り中の方も結構いらっしゃるんじゃないですか。相当だっていう人もいるでしょうけどもね。で、帰省で帰られてる方もね、意外とおるじゃないですか。はい、はい、まあ今日はね、せっかくのお盆休みで、まあ、いつもとは違ったね、人を連れてライブに来てる方もいらっしゃるかもしれませんし、みんなにね、ぜひ僕たちソルジェンティの名前と顔と覚えていただければなと思います。まあ、Twitter とかやっておりますので、皆さんね、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、まあ季節は夏ですよ。思いっきり夏ですよ、はいはい、今年も海に行った人意外とメントサービスしてないね。少ないよね今年の夏。私結構楽しんでるわって人、それはライブに来たからだって人賢いな。確かによくできた人たちだと思う親の教育が良かった、ということで次の曲はですね、せっかく夏なので、夏といえば海といえばあれみたいな曲を持ってきました。じゃあそれでは次の曲聴いてください。ボヤージュ。